はい、サマイキの。あ、ちょっと待って、髪の毛。ねえ。細かいな。はい、どうぞ。はい、サマイキの、ビンザマキです。ブロケットーす。パウルです。サマイキ TV でございます。お願いします。決まりました。よいしょ。よし。はい。はい、本日はですね。はい。なんかニュース読むみたいな。なんかアナウンサー。めっちゃ感じてる。アナウンサーみたいになってます。上げていきましょう。はい。はい。上げていきましょう。はい。頑張れ。頑張れ。頑張れ。頑張る。で、エシリトリっていうのを。エシリトリを。第2弾でございます。第2弾ですね。第2弾です。いろいろ伝説生まれましたから。エシリトリ好きやから食うやつおるし。金玉とかね、そうし。確かに。同一人物やけどもね。チャンネル登録の、ね、人も増えてきたんで、はい、またやりましょうと、はい、なるほど。なんかもう前回はもう15秒じゃ書ききれんかった人もおるから。そうですね、もうしゃあないけど、はい、5秒プラスで20秒時間あげます。おお、はい、ほんましゃあなしやで。5秒はやっぱでかいですからね。なんかもう何も書きないやつだったからな。出せよ。もう一回ダメ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 。そんなんダメ。はい、ね。なあ。ほんまに何やそれ。集中していこう。 OK、はい。いや、もうエシートやからもう、うん、最後つなげなあかんからね。そうですね、つなげていきましょう。はい、そうやね、うん、はい。またここで新たな伝説生まれるかもしれないし。生まれるかもしれませんね。そうですよ、ほんまにね。じゃあ順番こういきますか。はい、じゃあリンデマン、スタートで、はい、バウエルさんとかに、はい、はい、いきましょうか。じゃあ最初の言葉は何から始めようかな、うん。じゃあリンデマン、うん、から赤いやん。終わってないやん。終わってないやん。終わってないやん。じゃあオリックスのスでいいんじゃないですか。わかりました。そうですね、はい、優勝3連覇しました。そうですね、はい、じゃあスから始めます。はい、今20秒ですよ、スタート。はい、オリックスのスからですね。そうですね、残り10秒。20秒いいじゃないですかね。20秒はね、進んでますよ。三、二、一、終了。はい、はい、はい、じゃあ出してください。オープン。はい、これです。ああ、はい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 、行きますね。じゃあ次、はい、ベロキのターンでございます。はい。よーい、スタート。なんかまあ一発目は分かりやすいとこからいきたんでね。二番目は大丈夫でしょ。まだ多分20秒だったら言うやった。うん、考え決まってたら、もう20秒簡単やったらもうまだ15秒や。3、2、1、はい、はい、終了。はい、こちらでございます。え、あ、 OKOKOK、 いけたいけたいけた、大丈夫です。はいはい、いくで。はいはい、スタート。あ、待って、これ、え、こんな下手やったっけ。あ、いい感じ。なるほど、これなるほに、これいいでしょ、なるほに。自分でやるんじゃん。自分でやるん、自分でやるんじゃん。自分でやる、自分でやる、自分でやる。いきます、よーい、スタート。一瞬一人、あの一人であのやり始めるから変な間あったな。なもん、一人でシリトリやり始めるかな、思いました。5、4、3、2、1、はい、終了。20秒上げてるかな、今回。あかん、想像と違った。なんか、はい、ん、はい、あ、まあまあ推測でいき、あ、待って、どっちや、どっちや、これどっちや、何これ、何これ、あのおはよう朝に出てくるの、沖田くん。次行きますよ、よー、はい、スタート。10、5、4、3、2、1、
はい、OK です。わかるかな。オープン。なるからかな。わかりますか。え、何書いてるさっきから。ええ落ちゃうと思うねんな、これ繋がってないんちゃう。OK、 わかりました。はい、あ、はい、あ、ちょ4つ目から、待って、はい、どうぞどうぞ。はい、スタート。できるか。え、なんだ、あの、おかしくなってきました。え、ちょっと待って、わかんない。どうなるでしょう。どうしよう、どうしよう。うん、あー、もう分からなってきた。どうしよう、どうしよう。もう分からへん、分からへん。終了。もう最悪や、もう。こちら俺割れないから。これ割れないから。いいですか。あと1周です、最後1周です。何これ。よーい、分からん。スタート。ちょ俺悪ないねん、これ。俺悪ないねん。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、終了。俺の絵心のなさだ、もうやばいわ、みんなないからも。はい、はい、何がないこれ。やばいや、何これ、マジで分からん。何これ。顔あるもんな。顔あるもんな。でも顔あるけど、なんか縦に線が入ってるって口なんかな。何これ。顔じゃないかもしれない。何これ、なんすかこれ。ほんまに分からへんけど、なんなんこれ。はい、いきますよ。はい、佐藤。いやー、これなちょっと分からんのがいくつかあるからな。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1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 
わからん。多分これちゃうから。オッケーオッケーオッケー。はい、行くよ。はい、スタート。これはもうただ天才です。10 5 4 3 2 1、終了。はい、こちらです。おお、よし、答え合わせしていきましょう。これおもろいですね。3周終わってね、こちらの列が、リンデマンからいて、真ん中が、はい、ベロキー、はい、右端がパイルですね。はい、そうです、ね。リンデマン最初これ何ですか？スイカです。スイカ、はい。オリックスからいてスイカですね。はい。これ2個目ね、めっちゃ迷いましたよ。はい、ベロキーからいたやつ。これ、カキ。カキ、正解。はい、正解。おー。じゃあ、はい、リンデマンこれ3個目なんかわかる？ケツネ？そう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 。これ、エンちゃん、わかりやすいんちゃう？わかりやすい。おう、こちら、うん、これな、うん、な、何やと思ったん？え、猫。え？やんな、ネズミよな。ネズミか。そこにずれてんねん。あ、だからおかしいと思って。ネズミか。で、これやろ。で、こう、ネズミでもちゃうから。猫にやってもだから。これな、俺多分猫って思ってる思てん。はいはいはい。俺コスモスや思てん。正解。おーおーおー。俺らが当たってるんだ。俺らが。ここは繋がった。そう、俺らが繋がってる。はい、こちら。はい。何これ？わかるやろ。わからん。と、遠い目で見てみよう。スイミングスクールちゃうな。そうです。好きや。ちゃうな。好きやです。
わかるよ、わかるよ。カウンター席あるやんか。店員さんあるやろ。自動ドアあるやんか。わかるか。で、上のなんか、あるやろ、あの、いや、鉄筋があるやん。いや、これちっちゃすぎて、これちっちゃいね。好きや、おなじみの。これ邪魔やったら。好きやか、それ。好き、いや、これ、これ。これ何一番から。俺、これ、ちんから。おい、ピーや、ピー。終わるよ。うんで終わってまで。なんかアニメーションで顔つける人もあるやんか。確かに。お前あるかなって。これ何を食べる今日。もうなんか反対から見たもん。シンプル玉ねぎやと思ってしまう。ああ、何で？はい。何やったっけ？いや、これいいやと思って。ああ。で、えい。えい。どこがいいな。あ、でもこれわからんかったよ。もうこの時点で。この花が、あ、はいはいはい、で、いい絵を持って、絵描いた、うん、絵なんやねこれも、次もえぐいでこれ何ギリギリズギリギリズもうために見えねえじゃん4本は白縁やけどギリギリズちゃうんかも、ためやけどもギリギリズ一回調べて調べますもう魚やんけお前これじゃあこれ俺 C でつながってると思って、はいはい、鹿かな思って角ないけど鹿にしたら細いなでこちらですね最後分かるかなカールつながるえかカラスカラスでございます、はいはいはい無事つながりますどこがやねんどこがやねん20秒にしてうまくいかんな今回なパウエル集中力が1枚目しかないのよ好きやわ俺マジ分からん好きやと思わんかったぞ俺これほんまに好きやの要素何言ってんのねカウンター席あるやんかいやどこの飲食にもあるわこれ何か思った俺これカウンター席でございますおなじみのなんかもやしかな分からんわこれほんまパウエルいつもやったらエゴからあるはずやねん今日はちょっと集中力足りんかったなおかしいなよし2回戦いかんななこれはそう2回戦いきましょういきましょういきましょうじゃあ2回戦いきましょうし1回戦の思った以上に時間プラスしたのにうまくいきます2回目ちゃんとつなげて、はい、スマイキーの絆見せましょうよそうですね、うん、2回戦はあのパウエルスタートで、はい、お題どうしましょうじゃあ、はい、パウエルのウーからでいいんちゃいますかウーパウエルウーでパウエルのウーとできたあえてウーだあえてウーですかどっちどっちルールールでルーでパウエルのウーでしか声がと俺もなんでパウエルのウーとってくるのパウエルむずいぞルールールタイマー上位してるこれはまた波乱の予感がしますちょっと待って待ってな一発目から待ってなルーがむずいぞうん、ルーがむずいぞ。はいはいはい。ちょっと波乱の予感がします。ちょっと待って、ルーマジでむずいぞ。うん。あ、オッケーオッケーオッケー。よし、行きましょう。はい、行きますよ。はい。はい、スタート。はい。5、4、3、2、1。佐藤、ああ、始まってもた。始まったんかい。ちょっとしよう。ストップストップ。オッケーです。これわかるでしょ。で、えい。はいはいはい。はいはい。これはわかる。これはわかる。佐藤。落ち着いていきましょう。はい、ストップ消えるんかなえ何してんのえやばいぞ、これサイズ感わからんぞ待って、これ通じてないもしかしてなんかまあ、生き物なもわかるな、うん、頑張れ頑張れはい、じゃあ3人目いきましょうか。みんな考えしてもうたな、俺。いいですか？はい。よー、スタート。
どうつなげてくるのか。いやー難しいなこれ。想像力もいるもんなこれ。3、2、1、終了。はい、これです。あえ何これ何これ。これ参考に意味はあんの？いやない。ない？ああ。いやでも大体なんかあのはい参考で入ってるようなイメージ。いやまあ参考じゃないから。待って2個目がマジで分からへんわ。3個目も分からんのにさ。考えようもって2個目考えるけど2個目も分からへんもん。もう落ち着け落ち着け落ち着け。落ち着こう。俺ならいける。俺ならいける。はい行くよ。おお。待て、マジで分からへん。いや、普通に見たことある、絶対。書いてる本人は分かるかもしれない。OKOKOK、いけそう、いけそう。はい、佐藤。これ、波乱の予感ですね、これ。さっきよりひどいですね。10。あれ5。待って、大丈夫かな。はい、これでいける、これでいける。こちらですね。はい、これ簡単や。通じた、つながった、つながった。これで、これで大丈夫。いきまーす。よーし、佐野。ちょっと悩んでおる？悩むことないけどな。お3、2、1、1、0。あかん、怪しいよ。あかん、もうあかん。もうダメだこれ。もうこれダメだこれ。ダメだこれ。何やねんそれ。もう分からんすぎて思いつきで返してしまった。これ B で分けそうですか。おいこれひどいな。はい、よーいスタート。10 5 0。かわいい、かわいい。はいはいはい、いいですね、いいですね。おいいですね。はい、いただきますよ。はい、またはい、スタート。10 5 4 3 2 1。はい、しゃおれしゃおれしゃおれ。はい、いいですね、いいですね、いいですね。おいいですね、これはいいですね。さすがです。はい、いきまするよ。はい、はい、佐藤。つながってるかもしれませんからね。5 4 3 2 1。さあ、ストップ。はい、これはまあわかるかな。何これ。わかるかな。ちゃうよ、わからんよ。え、見てた俺の絵。見たよ俺の絵。見てそれ。はい。恐ろしい。これですよ。絶対わかるよ。見たことあるよ。最後も託されたからな。はい、いきますか。ちょっと待ってね。はい、よーし、スタート。最後です、最後決めてください。なるほどね。あ、終了終了。
ちょっと木が生えてるんですか。はい、はい、なんか簡単ですね。これは分かりません。これ単体は分かります。はい、答え合わせいきましょう。はい、答え合わせ、スタートがパウエルのルーですね。はい、それは間違いないですね。はい、はい、で、左の列がパウエル書いて、真ん中ブロキ、右端がリンデマン。はい、はい、これ何だと思いますか。俺ルイやと思う。あ、ルイルイルイ。あ、当たってた。当たってるよ。よかったー。ルイイリ、イリから始まってんのこれな。はい、え、何やったらいい。これイリ始まってるんで。よかった、ルイが当てた。これサメや思ってさ。ゴールもサメや思った。あ、今わかったわ。わかった。今わかった。わかった。サメちゃうんか。サメなんですよ。これ、キワがあれやわ。そう。キワ、え、歯や思って歯。これ、背びれやね、絶対。そうなんですよ。これ、あ、いるか。そう。そうです。そうやんな。はい、正解です。もう、覚えてないやん、今日。まるで。20秒で書かれへんかった。もいや、もういるか、歯ないやん、今日。それは繋がってへんわ、これな。これ、何や思ったん。おさめ思て。これ、これ何？明太子。明太子。絶対じゃがいもやん。明太子3個入りってどういう定義やねん。なかなか聞いたことないわ。じゃがいもこんな細長いのないやろ。明太子。明太子や。ここで明太子かけるぞ。おらんやろ。ここではないよね。これじゃがいもや思った。で、これや。じゃがいも思ったらこれや。桃。桃。桃か。そう。あ、桃か。これですわ。桃の後これですわ。もぐらって書こうとしたけど時間なくてこんなんなってもう。もぐら書こうとした。はい、めっちゃ顔に見えるけどな。これさ、うん、カービィやと思ってさ。全然繋がない。で、B やのにイカって書いた。もしかしたら。B のちっちゃいイね。B イカね。イカ、はい。カニ。はい。これ何や。俺これさ、ニンニクやもん。正解です。おお、正解です。おお、で、これですわ。はい、クジラですね。はい、はい。問題点ここですわ。まず2個2枚目ですわ。いや、3枚目だ。これは分からんよ。ここで崩れて、ここでまたおかしいことしようって。点々入れるから余計分かれへんもん。いや、明太子のつぶつぶ。分かるか。もっとあったやろ。目もっとあるわ。ということで、二階堂くくクリアならず。ということでね。はい。今回も全く無事じゃないよ。無事言うただけ今。全然異常ありましたわ。払えや。払え。有事です。無事じゃなくて有事でした。はい。クリアならずでしたわ。想像力と絵心って難しいもんですね。前より5秒増えてこれやから。だから広がってるから。広がった、広がった。だってもう2年ぶりぐらいにやっとっちゃう、これ。ほんま。ね。えぐかったわ。えぐかったですね。なかなかできませんね。難しいもんですね。本当ですね。一人3ターンしかないのに。うん、確かに。どこでおかしなんだ。いや、もう俺止めるけど、えごこれよ。ひどいな。ここが繋がらへんから、互いに。俺、まず、あれ、最初からルイやと俺、ほんま思わんかってさ。もう間違ってるんだろう思ってしまったからさ。でも、イルカ書いたら、あれ、あんなんて思わない。合ってたのに、寒いなってるから、イルカじゃなくて。あれはイルカじゃない。魚じゃない。イルカっていうのが全然出てこへんね、もう。イルカじゃない。明太子もひどかったけどね。なんで3点ペットやねん、思った。いや、もっと書こうかな、思ったけど。縦に書いてるから余計に書くから。個数の問題ちゃうねん。なんで明太子書くねんとかやねん。そばそばも。あ、もう、パッと思いついた。間違えてるしな。名じゃないし。二人で共通してるのはなんでそれを書くっていうのが明太子やらモグラやらめっちゃむずいとこついてくんねん。難しいな。普段人が書かん絵描くからむずいねん。普段やらんからね。なんかパッと思い出ついたもんね、書いてしまうんですよ。でももうやったら何があるって感じやな。もう出てもうてるもんな。もうって何やったっけ。もうダニ液しか出てこない。もうある。もうモスバーガー。モスバーガー。それはそれでもあったな。チェーン店来たわ。ファーストフードチェーン店。お前やで。まあ森とか。森はむずいぞ。森友やとか。黙らせて。黙らんといてや。特攻服書いたら森友やった。なんで特攻服。なんでそっちやね。
確かに思わないわ、うん、ああもうモクモクとか言うかもしれないな。どういうこと、何言ってどういう感じたらいいんですか。もう煙みたいな、もう煙やろそれ。また具現化とか言うやろ。もうグーやろ、もう具他ないけどな、うん、これって言ったらグリコしかない。具現化みたいな、なみたいな。グリコない、具現化。何それ思ったわ。盛り上がりますね、これはね。盛り上がるさ。みんな、ね、これね、友達同士でこれ、家で遊ぶのこれ楽しいよね、絶対これ。楽しい、楽しい。うん、これあるよね。うん、女子会とかで盛り上がってほしいですね。ほんまに、ほんまに、いいね、友達。いや、女子会は絵心あると思うから。いや、わからんよ、そんな。じゃあもう8秒とかにしてもらってね。あ、そうやな、20秒やな。うん、10秒でもね、全然。面白いと思うよ。うん。うん、まあ、なんか、最近 YouTube のチャンネルの方で、なんかたまにアンケート取ってんのよ。うん、ほいほい。メンバーで誰がいっちゃん身長高そうとか、うん、最近やったらあの、うん、友人に紹介したことがあるみたいな、はいはい、で、はい、いいえ、選択肢さんで、選択肢さんがなぜか一番多いんやけど、はい、うん、いいえとかまだおるから、うん、まあ、人にね、紹介できるチャンネルを目指していきましょう、はい、まさにこういうのね、広く見れるんですか。そうですね、家族でも見れますし、うん、あ、ちょっと迷惑無理やけど、あかんで、あれはあれはピーやと、あれはかんそんなもん書くか絶対書かんよ、うん、パウエルの発想力も長い、発想力がね、どきつかったですね、今日は。スナイキはこれからも進化しますから、はい、はい、お楽しみください。まあ、その200人いたことについて、ちょっとお断りいただいてるんですかね。そうですね、まあ、チェリーもそのままで積もれば山となるということなんで、どんどんね、継続してやっていきましょう。はい、わかりました。煽りもで、まあ、で、はい、うん、どんどん増えて収益感あったらね、それこそ金額を乗した初め社長みたいな、うん、そういうの莫大なね、そういう企画もちょっとやっていきましょう。そこまで目指していいんですか。いいですよ。あ、ちょっとずれたな。二人はハモらんな。俺とリンでもバリハモってたけど、なんでほんまに二人はハモってません、ね、はい、じゃあまたね。またね、まあ、チャンネル登録とグッドボタン、グッドボタンお願いします。お願いします。コメントもしていいからね。お願いします。さっきのあの絵の国体の指摘も受けていいですよ。最近あのエンドロールつけてるからね、ああ、ちっちゃい画面に出演者やって、そこに入れるのも悪いですか、ね、あ、そうですね、はい、はい、どうぞ入れてください。もう早く帰りたいね。名古屋から帰ってきてね、はい、ごめん、喋りすぎたわ、はい、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。トマキのリンデマンディアンス、あのビッグモーターに除草剤撒いた人です。東条悟です。領域展開グダグダなスナイキもう距離迷惑か。もう五条悟でポーン行く予定やったのに、もうもうもう領域展開したかった。もう領域展開わからなかったもんに、なるとなってことだ。うるせえ。